今までを振り返ると、プレイステーションのゲームパッドはなぜか第三者が安直に、まね、押したハードを出すのに、権利関係で揉めた話が、ない。なぜか、そこには、実は盗品である、そういう、後ろ暗さがあったのでは、ないか？他を批判できない。黄昏の狩人、それが、今はもうシェアードワールドとなってるように、もともとが著作権、そういうの、を無視した同人領域の話なら、今のおおらかさ、そういうのも、道理。実際には非常に同人的なハードなんじゃ。プレイステーションも、初期の頃はかなり同人臭の強いゲームが多かった。だから現在のベクトル、圧倒的な技術力、そういうのは、比較言案、は相性が悪い。誰でもできること、ただ使いこなす人にはどこまでも追随する、そういう、ハード環境を目指した方が。そもそもまず盗品の札、